1998年10月、トヨタの新世代スポーツセダンとしてデビューしたのがアルテッツァである。日本には長い間コンパクトな FR スポーツセダンが存在しなかったために、実に多くの車好きがこの車の誕生を待ち焦がれていた。搭載されたエンジンは2種類、一つは2リットル直列4気筒 DOHC の 3SGE 型で、デュアル VVTI や量産車初のチタン合金製バルブを採用。6速マニュアルモデルは最高出力210馬力、最大トルク22キロを発揮した。一方、2リットル直列6気筒 DOHC の 1GFE 型は、吸気側に連続可変バルブタイミング機構 VVTI を備え、最高出力160馬力、最大トルク 20.4 キロを誇った。トランスミッションは4気筒が6速マニュアルとステアマチック付き5速オートマチック。6気筒は当初4速オートマチックのみだったが、後に6速マニュアルが追加された。サスペンションはスポーツモデルの定番ともいえる4輪ダブルウィッシュボーン。手頃なボディサイズも含めて、アルテッツァは FR セダンとしての理想を満載した車だった。2001年7月、さらなるユーザー層の拡大を狙って、アルテッツァはジータというサブネームのスポーツワゴンを投入する。ちなみにジータというネーミングは日本専用で、欧米のレクサス店ではスポーツクロスという名で販売された。このジータは運動性能を優先したため、ワゴンというより5ドアハッチバックに近く、それまでの日本仕様にはなかった3リットル直列6気筒 DOHC エンジン 2JZGE を搭載したことが特徴だ。最高出力220馬力、最大トルク30キロを発揮するこのエンジンは、5速オートマチックとの組み合わせも実に絶妙で、これこそ理想のアルテッツァだという声が巻き起こったほどである。